はい、どうも、シューティーミです。はい、ですお願いしま す。というわけで、本日はですね、埼玉武蔵ヒートベアーズさんの取材が来てるんですけども、はい、今回はグローブ紹介をさせていただきたいんですけど、はい、キャッチャー編ということで、はい、キャッチャーミットご紹介していただこうと思います。では、まず、お名前と背番号をこちらのカメラにお願いします。背番号31番、日高京太です。お願いします。日高選手、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今年からですか。キャッチャーということで、まあ今ね、3名のキャッチャーいますけども、早くスターメン取ってもらって頑張ってほしいと思います。はい、キャッチャーミットってやっぱこだわりありますか。キャッチャーミットはでも自分的にはそんなないです。ない、こだわりない。今使ってるのは何でも僕タイプです。上手い人の発言。そう、上手い人の発言する。めちゃめちゃ上手い人の発言です。じゃあちょっと見せてもらっていいですか。畠山ということは、これは誰持ってる。これはちょっと逆に補給部見せてもらっていいですか。はい、これは甲斐選手型ですね。おお、というわけで、あ、なんかこれ、そう、プレート入ってる。浅いミットはプレート入ってること多いんですよ。あ、そうなんだ。大体のミットは、浅いミットはプレート入ってます。そうなんだ。なんかすごい浅いっすよ。多分自分で購入ですか。うん、いや、これは去年いた横田選手のもらいました。そうだ、横田さんも浅いミット使ってたんですよ。そうだ、多分セカンドスローとかで切り替えが重要になってくると思う。やっぱあの横田選手っていうのは今時川クラブでやってるじゃないですか。僕と時川さんの時川でピッチャーやってて、僕がいなくなった後多分入ったんですよ。だから直ではないですけど、いや、いいキャッチャーですもんね。なんかすごい、なんかいろんな選手キャッチャーの話聞くと、これ横田さんから思ったっすみたいな感じで結構多くて、みんななんかこういうこういうコメントが曲がってて、すごくこうなんか浅い円形な形をしてる。あの上手い人が使うミットって感じ、本当に。うん、実際これ使う前は何使ったんですか。水野です。水野のプロを使ってました。それと自分のといただいたものを比べたらどんな差があるとかってなんか感じます。まあ差はあんまないんですけど、浅めだったり してるんですけど、まあやっぱでも取りやすさとは全然違います。握り感やっぱ早いですよ。そうやって実感してます。そうそう、ミットのこと僕分かんないですけど、やっぱその 0. 何秒の世界じゃないですか。そうそうそう、セカンド送球とかさ 1.8 でしたし、一番速いタイムがセカンド送球。そうそうそう、 1.8 で投げれてると、刺せる確率が高くなる。そうなんだ。実際どうなんですか、セカンド送球得意っす。苦手ではないっす。なんか一応彼も本職キャッチャーなんですよ。どういう意識で握り返し送球したらいいとかってあります。教えてほしいです。意識はとりあえず取りに行かない。みんな言う、引いて取りながらここに持ってくるっていう意識の選手が多いっていうのは聞きます。取る位置もここに投げるからこの辺とかさ。自分は意識してるのはもうとりあえず胸に持ってくるから、どこの球でも、まあ、ピッチャーも最初ここです。こっからここが大きくて強い球投げる人と、こっからここが速くて、でタイムがどうなるかっていうパターンが多いですよね。共通してこれは一緒な気がするんですよ、ここは。そう、なるほどね。ちなみにキャッチングちょっと聞きたいです。めちゃめちゃ聞きたいですけど、キャッチング今ね、フレーミングとかビタ止めとかですか。どっち派ですか。自分は多分ビタ止め派かもしれないです。谷繁さん派ですか。まあそうですね、あんま攻守です。攻守だからもうそのまま構えてる感じです。ミットを下ろさない感じです。下ろさない感じ。ハイミットでそれできるのはすごい。すごいらしいですよ。軟式で深いミット使ってずっと頑張ってこうやってもやられるんで、でも取る瞬間やっぱこう少しクッと上げますよね。まあちょっとじゃないとこうなっちゃいます。そう、ちょっと上げます、うん、そう、タイミングでこうクッてるのがすごくやっぱ上手いんで、多少ね。いや、ありがとうございます。え、これはもう岩本さんが使ってたやつをそのままもらってます。そうですね、もうオーダーしてもらってて、それはもう普通にもらいました。普通にもらったんですか。普通にもらいました。じゃあね、これからねこのミットを使って参加してください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回はですね、キャッチャーのもう一人の方来てもらいました。じゃあお名前をお願いします。田村光大です。背番号は33番です。お願いします。お願いします。田村選手、以前ねバッテをまたね送らせてもらって使ってもらいました。もう破けたって。はい、結構日高くんと前に素振りで使ってるので。素振りで使ってるんですか。フランクリンとドラッグもらって、うん、それ日高くんも使いたい。おお、前それで一応やってます。素晴らしいです。いやー、やっててよかったね、 YouTube な。どこで実感してんだというわけで今回はですね、キャッチャーミットをご紹介していただきたくて、
何やらすごいミットを持ってるってことなんで、ちょっとキャッチャー専属のね、良平さんがいますので、グローブマニアおじさんっていう名前でやらせていただいてるので、はいはい、ああだこうだ言うと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。じゃあまずこのミットちょっとここに行ってしまって、ガーンと。はい。こんな感じ。どうですか？はい。というわけで、まあとりあえず赤い。すごい鮮やかな。ミットでございます。なんかこれいつも見るのと違う気がする、うん、なんかプレミアム系じゃないこれそうプレミアム系なんだ。あのプレミアム系、はい、結構高いでしょ、はい、いくらぐらいですか。87,000。87,000。家賃家賃ぐらいじゃない、ね、練馬区あたりかな家賃ぐらいじゃないですか。これいつ頃購入したんですか。これはシーズン始まってからちょっとしたぐらい、5月ぐらい。5月ぐらい。自分もグローブ好きなので、Z でオーダーしようと思ってたんですけど、プレミアム、こっち1個もう1個あるんですけど、プレミアムがカムイの坂戸店で買える。あー、カムイ坂戸に売ってるんですか。一回売ってる時期があって、そこで。なるほどね。カムイ坂戸、坂戸の奥の方ですね。今は多分もうないんですけど、タイミングがかかって。マジっすか。いや、出身川越で。あ、川越なんすか。小学校からそこしか行ってないぐらい。マジか。時輪さんじゃないんだ。松崎さん、時輪さんも、はい、行けます。松崎でも。いやでもこの、ちょっとミッドチェックしてもいいですか。はい。失礼します。まず、張り、もう持った時点で、張りがやばいのがすごくわかります。うん。鮮やかさ。そう。だし、ここがね、一番の特徴かなっていう。見た目で言ったら、過去にここにラベルがあったのは元山監督が現役時代 Z でこっち側のラベルを使ってたんですよ。もしかしたら森友哉選手も使ってたことがあるかなとか、形としてはもしかしたら森友哉さん型なのかなっていうのがあるんですけど、このなんかまたこのそうラメラメ加工のやつか、ウェンダーラベルのラメ加工。めちゃめちゃ87,000ですよ。すごい。え、テール大好き。テール大好き。うわー、うまい人のやっぱね、うまい人やっぱ道具大事にするから。うん。テールはやっぱ、したくなっちゃう。したくなっちゃう。磨いた後のキャッチボールとかめっちゃ楽しみなの。磨いた2日後ぐらいのキャッチングもめちゃくちゃやばいですよ。ちょっと慣れてきてたり、ボイルが馴染んできてからのバグオンなんですよね。磨かないと音鳴らす、鳴るっすけど、気持ち的になんか、そう、入りづらい。磨いたら、どんどん鳴る。2日目が一番好きです。そうです。結構縦型ですね。そうです。でも、止めたら横です。あ、そうなんです。見た目、こうやって見るとすごい縦だ。まあ、レギュラーバックだから。うん、まあね。すごい、親指もしっかりと曲がってて、これうまいミッドのミットだっていうのがすごい伝わってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回は田村選手紹介してもらいましたけども、すごいグローブ最後に出てくるっていうグローブ紹介シリーズを出しましたけど、めちゃめちゃやばいのできた。ビビりました。このミットでね、大活躍してください。はい、昨日もなんかヒット、初ヒット打ったってことで、はい、どんどんね、ヒットを積み重ねて、はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけでこれで終わります。はい、ということで埼玉ミッドウェアさんの各種リンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。よーし、 OK OK OK、 そう翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。